皆さんまたお目にかかりました。スリックデモンストレーターの田原栄一です。いよいよ CP プラス2019まで1週間切った状態になってきましたけども、新製品の準備いっぱいしています。すでに発表になっている新製品もいくつかはありますが、三脚のスリック関係全く発表できていないので、今日は、実はですね、スリックが出る、健康トキナーの、ブースの、これ取材関係者の方にお配りする、こういった資料なんですけども、全部で150種類くらい、まだ最終版じゃないのでこれ正しい数かどうかはともかく150種類ぐらいの新製品があります。で、その中でスリックだけでも19種類といった具合で新製品がありますので、そのスリックの新製品をご紹介いたします。しかしながら、実は、実際展示する現品はスリックの、埼玉県日高市にある工場で現在最終整備中です。ここには物がない状態ですので、写真と今、そのモデルの前のタイプのモデルですね、その比較でご説明をしていきますね。それではまずですね、カーボンの三脚気になりますね。現在スリックのカーボンの三脚はお求めやすい価格を中心としたライトカーボンという種類と、上位モデルのカーボンマスターがありますが、カーボンマスターの8シリーズと、で新しく出る7シリーズ、この4モデルを今回新しく登場させます。カーボンマスターの833、834、733、734と3段4段、パイプの太さが 28mm タイプと 25mm タイプの2タイプを出していきます。次のカーボン三脚で大きく変わるのはこのパイプのパターンですね。これライトカーボンのパターンで、カーボンマスターのパターンも、似てるけどちょっと違うぐらいのパターンなんですが、今回カーボンのパターンをクロスパターンにして強度を大幅にアップします。そして大きく変わるのが開脚ロック機構ですね。現行モデルのカーボンマスターはロックを引き出して広げるというタイプで、角度を戻すときはこれを押し込むというスタイルなんですね。それに対して次のカーボンマスターでは、このスプリント系と同じ押し込んで広げる、戻すときはそのまま自動復帰するといった新しい開脚ロック機構、しかも軽い力で動くという開脚ロック機構に一新します。そういったことでかなり使いやすくなりますし、あと本体部分の形状も一新しますから、エレベーターのロックが締めやすくなったり、水準器がついたり、あるいはアクセリをつけるための4分の1インチネジ、穴が開いてるということになるので、いろいろ使い勝手が良くなるということで今回リニューアルいたします。新カーボンマスターシリーズの発売時期なんですが、5月10日の予定です。そして価格帯は4万9000円ぐらいから6万円の手前ぐらいの間で、4モデルということで今回リニューアルいたします。そして皆さん、カーボンマスター、高級タイプのリニューアルというお話をしましたけど、もう少しお手頃な価格の三脚ということで、現在スリックではアルティムというシリーズ、パイプの太さが 23.4mm のシリーズがありますが、このシリーズの後継機として、このスプリントシリーズを一回り太くしたような、やはり開脚ロック機構をこの押し込んで広げるタイプとしたモデルで一新いたします。新しいモデル名はスプリント200シリーズということで、スプリント230、240、3段モデル、4段モデルと、そして動画対応モデル、この雲台ですね、上下動と左右動に、左右ですね、この左右の動きにフリクション機構、動きの硬さを調整する機能を入れた動画対応モデルということで、スプリント 230HD、240HD といったモデルをそれぞれ販売いたします。発売時期は6月7日発売予定ですね。そして価格は1万6000円ぐらいから2万円台前半ということで、4モデル、これも
発売予定ということで展示いたします。4モデルプラス4モデル、すでに8モデルなんですが、スリックは全部で19モデル新製品ということで、新製品あと参考出品ですねということで、まだまだあります。現在ライトカーボンシリーズ、お手頃価格のカーボン三脚は、パイプの太さが 28mm 系の E83、E84 が最上位モデルですが、これよりも一回り太い E93、そして E94 といったモデルを今回展示いたします。これは参考出品、発売時期や価格はまだ未定ですが、まあ、今カーボンマスターの923プロ、924プロ、まあ、923プロ N、924プロ N ですね、こういったモデルがありますけども、それらのモデルと違ってギア式のエレベーターを省いたり、雲台を高精度タイプではなくしたりといったことで、少しコストダウンをということで考えたモデルを出していきます。まあ、背の高さも2メーター近くまで伸びる4段モデルと、2メーターを超える3段モデルということで、大型三脚をお手頃価格でといったご希望に応える三脚ということで、今回参考出品いたします。次に、まあ、全く新しい製品というか夢がある製品ということで、今回参考出品じゃなくって、もう発売時期まで決めて展示をするといったモデルがあります。一つはジンバル雲台です。ジンバル雲台というのは超望遠レンズ、まあ、野鳥撮影をされる方やスポーツを撮られる方、あるいは飛行機を撮られる方、三脚でレンズをしっかり固定というんじゃなくて振り回せる状態で使いたいといった方のために開発された雲台、まあ、スリックではこのタイプをラインナップしてこなかったんですが、今回ミラーレス時代に合わせて小型のジンバル雲台ということで、まあ、ミラーレスのレンズカメラ、まあ、隣がオリンパスさんのブースということで、一緒に組み合わせた展示を行うわけなんですが、テレマスター800というジンバル雲台を展示いたします。これも発売時期実はすでに決まってまして、5月の10日、販売価格は3万円くらいということで、今までのジンバル雲台よりも圧倒的にお手頃価格で出します。そして全く今物がない状態で新しい製品ということで、もう一つはシステム三脚というのを出します。まあ、もともとシステム三脚というのはスリックが始めた製品で、1971年、スリックグッドマン S シリーズ、足のパイプを組み替えるという、この長さがですね、3段4段5段とか、パイプの長さが LMS みたいのがあって組み替えるというシステム三脚をやっていたことがあるんですけども、40年前の話です。今システム三脚というとスリックあんまりイメージがないと思います。真ん中のエレベーター部分を交換したりっていうのが今までない状態なんですけども、今回スリックが提案するシステム三脚はカーボンパイプで、足のパイプの太さ 25mm、どちらかというと小型のタイプで、エレベーターや平皿、そしてビデオ雲台に対応するためのボールレベラーが本体部分で交換できるという新しいシステム三脚、スリックのシステム三脚の73と74ということで、7段タイプ、7シリーズ、 25mm のパイプの7シリーズで3段4段2モデルを展示いたします。まあ、これも実は発売時期6月7日というふうに決まってまして、販売価格も6万円台前半から後半というふうに既に決まってます。実はこれ足だけなんですけども、軽さ 1.2 キロくらいということで、非常に軽いシステム三脚です。まあ、ミラーレス時代に三脚も小型化、軽量化しなきゃいけないということで考えています。まあ、こういったアイテムにもぜひご注目いただければと思います。スリックで一番数が売れている三脚というと、この GX6400 なんですが、この GX6400 をさらに一回り太いパイプを付け加えて高さを10センチ伸ばした GX7500 というのも今回展示いたします。実はもう発売時期決まってまして、この GX7500 一回り太いパイプで10センチ高いタイプというのは5月17日の発売予定、そして値段も5000円くらいというふうに販売価格も決まっています。まあ、こういったベーシックモデルの、バージョンアップ版っていうのも
この製品一つ考えてますし、さらに参考出品なんですけども、この GX6400 雲台は現行モデルはプラスチックなのですが、これをアルミの2ハンドル3ウェイ雲台 SH705S をつけたモデルも参考出品で展示いたします。そして今の売れ筋というと、このスタンドポットですね。自立脚付きの一脚、自立一脚と言われるジャンルの製品ですけども、これすごく売れてます。ところが今回の、まあ、スリックのコンセプトでは、このスリックのよく売れてるスタンドポットをさらにもっと皆さんに使いやすくしていただこうということで、ひとまずこの GX6、スタンドポット GX は長さ結構持ち運びの時長いんですね。でここの段数が現在4段を今度5段にしたスタンドポット GX5 というものも CP プラス2019で展示いたします。スタンドポット GX5 は実はもうこれ発売時期も決めていまして、いつですか、4月19日発売ということで、販売価格も6500円よりちょっと安いくらいかなというところで考えているというところですね。そしてこのスタンドポットシリーズ、まあ、このスタンドポット GX というのが売れているというお話をしましたけども、全く違うアイデアでさらに小型化した。でこれ足が普通のスタンドポット、今までのスタンドポットだとこう下側に折りたたみますけども、反転脚式にしてさらにコンパクトに畳めよう。そして脚ロックのシステムもこのレバーロックじゃなくてパイプそのものを回してコンパクトにということで考えたスタンドポットエアリーという全くの新製品、今回展示いたします。スタンドポットエアリーは実は6段、この一脚部分が6段のタイプで、長いもの短いもの、スタンドポットエアリー 6S6L という2モデルと、さらにお求めやすい価格にするために5段段数を1段減らしたモデル、スタンドポットエアリーの5というのと3モデル今回展示いたします。で単に展示するだけじゃなくて、このモデルもすでに発売時期予定をしてまして、スタンドポットエアリー 6S6L5 ということで4月12日発売予定です。でこのモデル自体も販売価格は1万円台、後半2万円以内のところで販売をしようというところで価格を決めています。健康的なグループで150種類くらい、まだカウントが正しくできてないので、これが全部150種類、まあ多少前後すると思うんですけども、たくさんの新製品出展いたします。その中でも今日ご紹介したのはスリックは19種類、今回 CP プラスで2019で展示いたしますので、ぜひ触りに来てください。よろしくお願いいたします。